皆さん、こんにちは。今日は2024年2月4日日曜日です。今日のテーマは、米軍がですね、復讐で空爆開始しました。航海の危機、風刺波ですね、航海でまだ攻撃し続けています。そして、中国のウイグル族ですね、消えるでしょうか 情報が多いいいので、少ししずつ話をしたいと思います。1、TikTok は嘘つきです。2月2日、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道ですが、TikTok はですね、アメリカ人の個人情報、アメリカのデータを個別にして保管しますよと言っていましたが、実は何もやっていません。ピキの TikTok 本社である 同意の従業員はですね、いつでもピーキーにいるんですが、アメリカのユーザーの個人情報を見ることが可能です。しかし、TikTok は当時約束をしてくれました。アメリカでの運営を独立にします。アメリカで個人情報をしっかり管理しますと約束しました。そして、アメリカの オラクル社に管理してもらいますとも言いました。個人情報、あるいはデータを見るときですね、専用のパソコンとソフトが必要です。そしてオラクル社に監視してもらいますという約束もしました。しかし実はですね、何もしていません。p i k の従業員はいつでもユーザーの個人情報を見ることが可能です。そのユーザーさんの メールアドレス、電話番号、IP アドレス、誕生日情報とかですね、位置情報もそうですが、そういう情報を見ることが可能です。そして、オラクル社は TikTok の監視はできていませんと言っています。これはですね、中国の動員ですが、非常にずるいんですよ。動員はですね、中国の会社です。でもシンガポール人、 衆参を雇って c o になってもらいました。アメリカの国家に呼ばれてそこで説明しました。私は中国と関係ありません。北京の政府とも関係ありませんと説明をしました。実はですね、全部嘘なんですよ。TikTok ですね、非常に良くないのがですね、そういうシステムなんですよね。若い子に人気あるんですが、若い子はですね、TikTok を見てしまうと、 30分とか1時間ですね、一瞬で立っていくんですよ。そして TikTok にはまってしまうんですね。という意味ではありますが。ただしですね、一番大事なのは個人情報なんですよね。個人情報はですね、TikTok に収集されています。国民の行動、位置情報、そういうものをですね、中国政府が把握していくんですよ。これはですね、あんまり良いものではないというふうに思います。次です。2 中国の新幹社の報道ですが、中国の出版局、政府の機構ですが、外国との付き合いを強化してきました。ブルガリア、ハンガリ、ー、ギリシャ、タイなど、20カ国以上の出版会社と契約をしました。習近平出版社本を訳して現地で販売します。これは日本語ですが、習近平国政運営を語る。 習近平がですね、会議で話した内容、スローカンとかですね、解説します。スピシーシュの内容も載せてられていますが、そういった内容ですね、実はですね、あの意味はないんですよ。崩しのような、ゴミのような内容ですね。これはですね、2014年から2022年、合計300冊の本を出版しました。習近平はとても忙しいんです。平均1ヶ月ですね。 1> 本、一冊、出版してるような感じですね。そして予測ですが、原稿料だけで5億元以上です。そして外国でも販売します。これはですね、株主とはいないと思いますが、でも中国の国内ではですね、やはり公務員、あるいは国営企業の人間ですね、買わなければいけません。少なくても会社が買うんですよ。それから困ります。こういう任務ではありますが、 次です。3。EU 加盟首脳はですね、ウクライナに500ユーロ約8兆円の金融援助のパッケージを実施するよと合意に達しました。今年3月から第一段階45億ユーロの支援を受けることが可能ですが、ゼレンスキ大統領は発言しました。非常に感謝です。ウクライナはこれで長期化の経済、金融の安定になりますと。 言いました。まだ欧州の内部の問題も、これで解決できたと思われます。去年12月、投票がありまして、ハンガリーのオルバン首相が反対しました。これで、この金融延長パッケージですね、できませんでした。今回、投票の前ですが、U はですね、ハンガリーに警告しました。まだ反対すると、投票権をなくしますと言ったんですよ。これで、ハンガリーはですね、 やめました、またドイツのショルツ首相は警告しました。早く武器、弾薬の支援をしなければいけません。今年初め、砲弾100万発供与すると約束したんです。しかし現在、我々は30万発しか供与していません。また、フランスのマクロ大統領、スウィーデンを訪問しました。そこで演説しました。 アメリカはどんな行動をしても、欧州は正しい道、大胆な行動をしなければいけません。欧州は精一杯出して、ウクレナのことを支持する。ウクレナ人を支持する。ロシアには負けてはいけません。ロシアがですね、勝利すると、欧州の安全の枠が崩れます。もし国際社会はですね、ウクレナのことを支持、支援してきて、 最後ですね。ロシアが勝利しました。欧州もそうです。北ヨーロッパもそうです。中央アジア国家ですね。どうなるでしょうかこういう発言をされました。これでわかるのはですね、マクロ大統領は、実はですね、何でもわかってるんですよ。アメリカがですね、リーダーシップでしたら、自分には関係ないよ。これで安,安心と言いますが、楽なんですっていうことですね。 しかし、アメリカ側はですね、今は逆なんです。アメリカ側の支援策ですね、まだまとまっていませんので、ここでフランスが出てきて、リーダーシップとなるという意味ではありますが。次です。4、航海地域についてですが、インドの軍艦はですね、ものすごい宣伝されています。12隻、出動して、航海の地域で活動しています。しかしですが、インドはですね、 アメリカとかイギリスとかですね、約十数カ国一緒には行動しません。独自で行動しています。インドの国防省発表しました。2023年12月から航海で通行している貨物船ですね。見てきたんですよ。貨物船は走っています。そこで追跡されたり、あるいはその船をですね、登る可能性のあるボード、17隻もあったんですよ。 まだ我々は行動して20隻の船、ボードを監視してきました。怪しいと思ってそういうボード船を止めたんです。止めてですね、船に入って調査もしました。安全確認ですね。インドの外務省、またこのについて話をしました。インドの力は強くなったんですね。コロナの地域に行って協力活動していますよと言ったんですね。つまり、 まあ、海賊防止ですね。インドはですね、今回ものすごい、えー、宣伝はすごいんですが、でもですね、あんまり目立たないところで活動はしています。自分の存在感をですね、高めたいんですよ、実は。これについて説明しますが、効、ま、果、あの危機はですね、海賊の問題ではないんです。インドはですね、効果の危機を解決しようとも思っていないんですよ。原因はですね、 風刺派は陸にあるんですね。でも、海で活動するのがインドの軍艦ですね。やはり陸とは関係ないんですね。インドは風刺派のことを攻撃しない。あるいは、米軍、イー軍ですね。一緒に行動しなければ意味はないんですよ。問題の解決にもならないんです。そして、アメリカ側の情報ですが、2月1日、風刺派の無人機ですね。銃機を撃墜しました。 イランの無人機3機を撃墜しました。またフ刺シー派は発表しました。2月2日、米軍の駆逐艦に向けて巡航ミサイルを発射しました。あと1キロで当たるんです。しかし、残念ですが、迎撃されました。これについて、米軍は認めたんですよ。あと1キロですね。あと数秒かなんですよ。幸い、まあ、撃墜できたんですと言ったんですね。 現在ですね、風刺派はものすごい挑発していますし、貨物船のことを攻撃しています。米軍の軍艦に向けて、堂々とミサイルを発射しています。しかしですが、米軍はですね、風刺派の基地数回空襲しました。イリス軍もそうですが、どうして効果ないでしょうかみんな不思議なんです。後悔にはですね、米軍の軍艦、イリスの軍艦もそうですが、 同盟国の軍艦はですね、たくさん活動しています。まだインドの軍艦も12隻活動しています。でもですね、この状態であっても、貨物船はですね、安心して、航海での通行はできないんですよ。おかしいではないかと、私は思いますね。そして、2月3日、米軍はですね、ヨルダンでアメリカの兵士さんに犠牲となってしまって、 40名以上ですね、負傷しましたけれども、これについてアメリカはやはり復讐しました。イラクとシリアにある新イラン派の武装組織のことを空襲しました。でもですね、イランとの衝突を避けています。2月2日の深夜でしたが、米軍は戦闘機、また本島から爆撃機も飛ばして参加しました。合計125発のミサイルを発射しました。 85号のものを破壊しました。指揮所、情報センター、武器の倉庫、土クの倉庫、物資の倉庫、物資調達指揮所とかですね、そういうところを破壊しましたか。まだですね、どうなるでしょうかわかりませんが、注目します。次です。5、ハマス側の情報ですが、ハマスの指導者うちの一人、ハニーヤさん、エジプトへ移動しました。 エジプトで停戦の協定についてこれから話をします。先週はですね、アメリカ、カタール、イスラエル、パリで会談しました。停戦しましょうと、まずは3段階に分けていきます。この3段階とはですね、6週間停戦しましょう。この間ですね、イスラエルはパレスチナ人の求人である200名から 300名のことを釈放します。ハマサカはですね、イスラル人の人質35名から40名ですね、釈放します。主に女性の方、子供の方、年配の方を優先されます。この間、イスラルはですね、ガタ地区を包囲しているわけですから、毎日ですね、外から入ってくるトラック200両から300両の物資を、えー、入っていいですよと。 つまり物資の提供していいですよと、えー、これを許可します。次は第2段階ですが、ハマスはイスラルの女性の兵士を釈放します。そしてもっと多くの人道物資、ガタ地クへ入ってきます。また、ガタ地クの水道開通します。それからですね、食料品あるいはパン屋さんの営業もできるようにします。次は第3段階ですが、 ハマスはですね、イスラルの側の男性の兵士、あるいは人質を処放します。また犠牲となった人父のおい体をですね、イスラル側に渡します。こういう3段階ですね、この6週間でやっていきましょうとなります。アメリカ側の情報ですが、ここまでやってしまうとですね、まずはしばらくの間は停戦となります。そして、イスラル側ですね、 そういった怒りの気持ちですね、少しは落ち着くでしょうし、そして攻撃しようという力はですね、少し、あるいは意識ですね、弱くなるでしょうし、ここまでできるとですね、さらに長期間の停戦について話し合いを交渉しようとなってきます。これはですね、ここまでできるのかどうかわかりませんが、また注目します。次です。6。中国南京市政府が発表しました。2月1日から、 住宅積立金を使って、競売の物件の購入は可能です。条件はですね、南京しない限定です。南京しの公悔はダメです。南京しないですね。そして、買い手は頭金、物件価格の頭金20%をですね、出してもらって、それからですね、住宅積立金センターあるんですよ。そのセンターが、あの、審査します。 審査してですね、銀行にいいですよと指示で出しますので、それからですね、物件の購入は可能です。何期の不動産価格ですね、実はすごい下がってるんですよ。取引の量も少ないんですね。まだ返済できない人が多いんです。これで銀行がですね、物件を取って競馬に出します。しかしですね、競馬の物件であっても、それでもですね、株価とか少ないんですよ。ここで、 政府はこういうい作戦を出しましまた。中国はですね、社会主義の国であって、でも不動産市場ですね、普通の市場化にしました。香港の不動産市場のことを真似したんですよ。しかしですね、社会主義の基礎を守るために、住宅積立金という制度も実行しました。これはですね、ちょっとシンガポールには似てはいます。これはですね、個人の給料から、 一定の割合の金額を強制的に政府が取るんですよ。そして、会社も一部は負担します。これはですね、個人と会社の相談なんです。地域にもよりますし、会社によっても違うんですよ。そのお金をですね、まとまって、住宅積み立て金センターにあるんですので、そこに入れます。そのセンターにはですね、個人の口座があるんですよ。その口座に入れます。 ただしですね、住宅積み立て機の使用用途、審査が結構厳しかったんですよ。この物件を買います。だから使います。ではありません。例えばですね、地域、地域にもよるんですが、新築不動産限定です。あるいは市内限定ですよ。そういう条件をですね、クリアしなければ使えないんですよ。支払うのは支払わないといけませんが、でも使えるかどうかは厳しいんです。 ただしですね、不動産市場が悪化してきて、どんどんですね、幅広く使うようになってきたよね、というのが今の現状です。次です。7。1月31日、夜9時でしたが、ねえ夏の効果にある一つの価格工場が爆発しました。音もすごいし、天気がですね、真っ赤あるいは白くなりました。そして、キのこの 煙ですね。あるいは炎ですね。見えて、話題となりましたが、この会社はですね、2005年作った会社であって、地方政府の会社なんですよ。ただしいですね、怪我には2名です。そして、軽傷です。軽い怪我ですよ、と言ったんですよ。これについてですね、みんな信じません。それから調査されました。原料の貯蓄タンクの廃管に、亀裂があったよね、と。 報道されましたが、詳しい原因はこれからまた調査しますという話が出ます。でもみんな信じません。これはですね、多くの人は、あの、消えたというふうに言っています。つけです。8。アメリカではですね、2020年、ウイグル人の人権施策、まあ、法律というものが出てきましたけれども、つまり中国政府に責任を追及しましょうという法律なんですね。ウイグル人の人権問題についての法律ですが、 最近ですね、イギリス側は中国の警察ですね、ウイグル人、あるいはウイグル地域での活動資料を公開しました。資料ではですね、400名以上の女性ですね、伝統的服装を着ているたりですね、コーランを呼んでたりですね、逮捕されました。現在ですね、十数万人の女性は宗教に関する問題で逮捕されて監禁されています。実はですね、強制労働なんですよ。 懲役はですね、10年から20年間ですね。つまり期間がものすごい長いんです。コーラの聖書を読んだり、あるいは勉強するとですね、逮捕されます。まだですね、若い女性でしたら、妊娠させない手術をしてもらうんですよ。もしですね、妊娠中ですと、中絶してもらうんですよ。独身でしたらですね、独身ですので、官民族の男性と結婚することも強制的に やっています。これはですね、あまり、えー、あまり、まあ、言いたくないと言いますが、言ってもいいんですが、まあ、こういう写真ですね、あまり公開できないんですけれども、実はですね、中国では SNS でですね、あの、ウイグル地域にいて、あるいは、あの、内陸部ですが、ウイグル地の女性と結婚男性が結構増えてきています。そういう自慢なんですよね。 原因はですね、ウイグル人と言いますが、まあ、少数民族ですが、実はですね、顔を見て大体違うんですよ。大体気づくと思うんです。実はですね、顔がですね、あの、濃いんです。女性は結構綺麗です。男性はですね、かっこいいんですよ。目もしっかりしていてですね、パッチリですね。顔が濃くて、実はかっこいいんですよ。お化粧しなくてもかっこいいんです。それでですね、実は、 ま、狙われるんですよね。というのがあるんです。なので、結婚する例が多くで、あの、自慢する人も多いんですよね。そういう現象がですね、今は起きていますが。また、2月1日からですね、ウイグル地域の宗教事務所条例というものがですね、事務条例というものが実施されました。内容を言いますと、一つ、すべての建物ですね、官民族の文化を入れましょう。つまりですね、すべての建物を 変えななけけけけれればばいいままませせんんのので、ま、だはではすね政府の同意を得なければいけません次は2、宗教はですね、あくまで宗教ですから、結婚式あるいはお葬式では行ってはいけません。宗教はですね、民族の風習と縁を切りましょう。次は3、宗教の集まり、1ヶ月前をもって政府に申請しなければいけません。宗教に関する内容ですね、 ネットで公開すると、事前に政府の同意を得なければいけません。5. コーラン聖書の解説について、中国は絶対です。中国の発展、現代的、今の文化を入れましょう。6. イスラム教科に、中国のイスラム教科に参加された方ですね。限定ですが、メッカへの巡礼参加していいんですよ。7. 宗教の指導者は信者さんにですね、愛国の精神を教えなければいけません。すべての本、資料ですね、の文字を全部中国語にしなければいけません。社会主義を褒めるのですよ、支持するのですよと、また、ピキン語の読み書きですね、現地の方に教えましょうと、という条例ですね、実行されました。つまりですね、ここまでやると、ウイグル族はですね、消えるとは言いませんが、文化、えー、歴史、 風習、文字はですね、消えてしまうんですよ。漢民族ですね、含めるんですが、中国ではですね、56号の民族もあるんですよ。漢民族はですね、あくまで一つの民族です。例えば、ペイ族、ハニ、チワン、タイ、ミオ、カイ、ラフ、ワ、ナシ、イナナなどですね、そういう民族、たくさんあるんです。中には、チベット族もあるし、そして、朝鮮族もあるんですよ。 中にはウイグル族もあるんですね。当然ですが、モンゴル族もあるんですよ。これはですね、非常に良くないんです。実はですね、昔からやってきたんですよ。例えばですね、1960年代ですね、あの、ウイグル族ではありませんが、当時はですね、モンゴル族ですね、結構被害を受けました。チベットもそうですが。ただしですね、なかなかやってきてですね、あんまり世界に注目されませんでした。 今ですね、やっと世界に注目されました。今回はですね、ウイグル族のンとなったんですよ。56個の民族ですが、実はですね、みんな同じような被害ですね、起きてきたんですよ。今はですね、みんな静かになった。あるいは、官民族化となってきましたね。実はですね、ウイグル族もこれからやられるんですよ、ということですね。ただしですね、今の時代となって、やっと公開されました。次です。9。 カナダの総選挙について中国の介入ですね。やはり疑いはすごいんですよ。これについてカナダのメディアが報道しました。実はですね、カナダの政府は何でもしてはいるんです。当時ですね、カナダの情報機構が政府に対して外国がですね、総選挙に介入したんですよと警告しました。内容としては中国政府は2019年、2021年、カナダの総選挙に ま、介入しました。他国の手段を使いました。外交官、またカナダにある中国政府の団体、社会にある中国政府の組織、また中国政府の誰にもいるんですよね。莫大な資源を投入しました。また中国以外にロシア、インドのことも警戒しなければいけませんよと言ったんです。つまりですね。 カナダ政府はトルト政権ですが、何でもしてるんですよね。でも何もしません。そういうのがあるんですね。まあ総選挙の、まあ、金と言いますが、まあ、基本ですね、中国政府は現地の方をですね、お金を渡して選挙に参加してもらいます。当選してもらうんですよ。その人がですね、中国人、あるいは元中国人であったりですね、そういう人が多いんですよ。あるいは現地の方ですね、買収します。 そういうことも多いんですが、あの、中国ですね、政府はですね、悪いことしないからですね、基本ですね、中国政府の団体ですね、やはり距離を取らなければいけないというふうに思いますが、またですね、中国の社会、経済についても話をしたと思います。この動画はここまでにしたと思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。